中川先生の優しいビジネス研究。日本の電機メーカー大手三菱電機さんにおいて、組織ぐるみと思われるような大規模な検査不正が発覚しました。この問題というのは、三菱電機はこのままの形での事業継続を困難にさせるような非常に重大な過失なんですけれども、この問題というのが果たしてどういった原因で起こってしまったのか、そこを経営学の観点から分析を深めてみたいと思います。三菱電機さんの組織的な重大不正なんですけれども、三菱電機さんがまず最初に発表したことによりますと、鉄道用の空調機器を作っている工場において検査値の改ざん不正が発覚したと、このような報道がなされたんです。最初にこの報道だけが出てきた時には、まあ空調機器だしなと、まあ日本確かに鉄道会社さんの要求厳しすぎるから、ちょっと同情的なところあるよね、そういう論調が多かったんです。まあどういう議論があったかと言いますと、言うてもどこでもやってますよそれっていう、まあ本当にその理由で認めちゃっていいのか分かんないんですけど、言うてどこでもやってます、見つかっちゃった三菱電機さんかわいそうだね、正直に言った三菱電機さんは偉いね、こんな雰囲気すらあったんですよ。その理由というのは、まあまさにこの2番目の、日本は検査基準が厳しすぎるんだ、そこまでやんなくたっていいってぐらいまで検査が厳しいんだから、そこのことを情状酌量したら確かにやりたくなる気持ちもわかるよね、こういう声もあったんです。またそれが機関部分ではなくてエアコンだったからまだ許されるかもしれないね、なんていうような感じの声が意外と世にはあったんです。もうこれ自体が実は日本という社会に救っている病理なのかもしれませんが、しかし論調は変わります。その後三菱電機さんは続けてこのようなことを発表しました。検査値の自動入力プログラムが作られていて、実際に検査していないのに検査したかのようにパーッとデータが出力されるようなプログラムを作っていたという事実。こうした検査不正というのはもうすでに30年来、1985年から行われていたということ、さらにはこの空調機器だけではなくて、ブレーキにかかってくる部分やドアの開閉にかかってくるようなその空気の圧縮ポンプ、その部分のパーツでも不正があったということで、これはちょっとどうやら本格的にこの会社間違ってるんじゃないか、やばいんじゃないかということで、三菱電機を現在では擁護する声というのはかなり少なくなりまして、この企業体質が問われている。このまま事業継続をしてもいいのだろうかということが問われる時代に進んでいるんです。さて、で、三菱電機さんのどこが問題なのかというところに経営学で切り込んでいきたいと思うんですけれども、30年来の不正ということなんですが、ここから推察されるのは、この会社、組織的にこの安全というものや検査というもの、品質というものに対する考え方の根っこの部分が曲がってしまっているのではないのかということが疑われるわけです。なぜならば、30年来不正が続けられてきたとしたら、それを知っている人というのは一人じゃないわけですよね。何代かにわたってその検査を担当する人がずっと知ってきた、組織の中には知ってる人が少なからずいる。当然その人たちが頑張って当事者だけで口を封じているわけにはいきませんから、その人たちを管理していた人までおそらく知っていると見るのが妥当でしょう。であるとするならば、これは組織ぐるみであったはずだというふうに思われるわけです。で、そんな中の誰か一人でも言い出せばよかったわけですよ。30年もかかる前にどこかのタイミングで言い出せばよかったんですけど、言えなかったんだとしたら、何らかの圧が働いていた、あるいは情緒的なものかもしれない。誰々さんを守ってあげなきゃいけないかもしれないですけども、何にせよ内向きの論理が働いてるわけですね。カスタマーさん、ひいては社会に迷惑をかけているという意識がないわけで、だとすればまさに組織としての風土が問われる問題だということになるわけです。仕組みはあったわけですよ。その内部通報制度というのは、実はこの会社以前に出した不正の時にも設けられていましたし、もちろんこの検査の仕組み自体はあったわけですから、仕組みがあったけれども、それを機能不全にさせていたのは組織風土の方だということになるわけですから、風土にこそ注目して、そこを改善しなければ、どんだけ仕組みを充実させたところで結局その仕組みを運用する人の方に問題があるから、問題は解決しないわけです。さて、ここで経営学ではこうした組織的な不正をどういうふうに防ぐのか、どう解決するのかということについて、大きく2つのアプローチがあります。
性善説的な人間観に基づいて、すなわち人間というのは努力をすれば何でもできるようになる、その人が気高い人間倫理を手に入れることができれば人によって問題は止められるのだという、この性善説的な立場に立った人材教育ですね、こう人の可能性に欠ける方、性善説的なアプローチと性悪説的なアプローチ、人にはどうしたって弱い心が あるのだから、どうしたって人は間違いを犯してしまうものなんだから、とこちら側の立場に立って、なのでそういう情に依存しないかっちりしたルールを作りましょう、ルール仕組みで防ぎましょう、まあ言ってもどっちが正解なんじゃって両輪で回すわけですね。性善説的な立場から人の心、人の振る舞いに働きかけるアプローチと、それでは限界があるから仕組みルールで止めるという立場、両方必要なんです。これっていうのは実はですね、経営学をのみならず、こう社会学というか社会科学を一般的に扱うときの大きな人間モデルの二つなんですけれども、そう、性アクセス的なアプローチに立つものがこのマックス・ウェーバーさんとかルソーさんたちなんですけれども、マックス・ウェーバーという人は、まあ、官僚制という仕組みを提案した、社会に提案した人なんですけれども、これっていうのは結局人の心に依存すると、その人の気分次第でルールが変わってしまう。これでは真の平等が達成できないのだから、であれば、その上に、一ランク上にルール、法を置いて、そのルールの下でみんなが平等に働きましょうと、このような意味で官僚制というものを敷いた。官僚の人たちが勝手な行動をしないようにマニュアルルールを作りましょうという形にしたわけです。ルソーの社会契約論も発想は同じで、人々は法によって、法治の状態にすることによって、ルールの下で人々の権利と自由が守られるのだと。これっていうのは結局人というのは何かしら問題を起こしてしまうんだというような立場になって、こういうアプローチがある。他方、人間の可能性を信頼する方の学派もあるんです。実はマックス・ウェーバーという人は両方持っていまして、一方では官僚制というような、あえて人間的な側面を排除する仕組みを提案してるんですけど、他方で彼の著したプロテスタンティズムと資本主義の精神という本の中では、結局資本主義というのが機能しているのは根っこの部分に製品に暮らす、一生懸命社会のために奉仕し、自分の生活は禁欲的にするということによって資本主義は回っているんだよという、ある意味で言うとこの道徳倫理観というものがベースになっているんだという話はやっぱりあるわけなんですね。このマックス・ウェーバーという人ですが、ある意味で非常に優れたバランス感のある人間の観察をしていたわけなんですけども、こちらがまさに性善説に立つ立場、人間の可能性にかけて人の倫理観、人の規範というものが社会を作るんだという立場。日本においては、まあ、高土屋森明名誉教授という方がいるんですけども、まあ、東大において長らく経営学を教えられていた先生なんですが、まあ、私の師匠の師匠にあたるんですね。私は孫弟子にあたるんですけども、この土屋先生が1970年代に書かれていた本の中でも、結局どこまで仕組みで守ろうとしたって、最後にはほころんでしまう。その最後のほころみをつなぎ止めるのは、結局組織の中で一人一人が人間性を取り戻し、気高い精神のもとで組織というものを運用する、これにかかっているのが結局は人なんだと、人の可能性に信じなきゃいけないんじゃないかということが言われているわけです。以上の議論を踏まえた上で、三菱電機さんの置かれている状況を踏まえたときに、どちらが必要なのか、性善説的な人間の回復なのか、性悪説的なルールによって人の行動を抑え込むのか、答えは2パターンあると思います。どちらもあると思いますが、私がここまでの報道を軸にした、あるいは私が知っているところの情報を軸にしたことでご提案させてもらうならば、ここで今求められているのは人間性の回復の方ではないのかと思われます。まさに土屋先生の先ほどの話で展開した内容ですね。どんだけ法律ルールがしっかり作られても、結局運用する人が腐ってしまっていては、そのルールも一切ガン無視で人が自由自在に悪いことをしてしまうと、結局性悪説に立って人は悪いことをしてしまうんだ、だから法律を抑え込もうとしたところで、本当に根っこの部分で人間性が崩壊してしまえば、抑え込んだはずのルールですら無視されてしまうというのが現実なわけです。
そしてそれが30年来厳密に検査のルールもある中で、それを回避するようなプログラムで作ってしまうような組織の状態になってしまっているのだとしたら、ここで何が失われているかといえば、人として社会に対して責任ある行動、お客様に対して責任がある行動、エアコンぐらいいいじゃないのかという、ここの人の心の部分が劣化してしまっているのだと、そのように私は問題を取ります。であるとすれば、今やるべきことは何なのかといえば、その気高い人間性の回復、人としての尊厳の回復ということがここで求められるんだと思います。こういうことはやっちゃいけないのだ、これは検査の方の基準がおかしいのじゃないか、そうやっていわば発注先に言えるかどうかですよね。そこのところ、へえ、すいませんでした、じゃあこっそり後ろで改ざんしますと、こちらの形になってしまっているのが問題なのだとすれば、自分は社会に対して責任を持ち、誇りを持ち、この仕事をしているのだ、誇りを持って自信を持って商品を世に送り出せるような組織に改めて作り直すこと、そのためにはまず何が必要かといえば、人材の人心の教育刷新からになると思います。